三浦和平三浦和平昭和4年9月7日は、日本の政治家、大分市長、衆議院議員、大分県氏族、旧姓桜井、子に国家主義者の三浦義和がいる。現在の大分県大分市出身、桜井愛蔵の次男、明治28年、明治法律学校卒業、朝日新聞記者から、半県自治権に合格して、司法監視法となり、 ついで、大分町で弁護士、特許弁理士の事務所を開業。先代、定一の養子となり、明治37年家督を相続す。大分町会議員、同志会議員、同議長、県会議員を務め、1917年8月9日、大分市長に就任した。郷里から衆議院議員当選、昭和3年再選、立憲政友会に属した。 城南女学校を創設した幸い福と信仰があり、昭和2年8月に財団法人城南女学校が設立されると初代理事長を務めた。大場勝一によれば、和平さんはチビだったが、俺には五尺の背丈があると当たるべからざる勢いで、市長室では机の上に靴を履いたままの足をどっかり乗せて、ふんぞり帰っていた。新しい知事が赴任してきても挨拶に行かず、 用事ができると呼びつけたという、ありがとうございます。